気持ちのいい天気ですね。今日はですね、神戸市北区の大御町に来ています。ヌフ松森委員やったと思うんですけども、以前病院やったところが今カフェになってるということでやってきました。カセットテープあれ、いまいち分かんない。メニューじゃないのこれ、飲み物じゃないの。それとパン食堂ことことっていうのも最近オープンしたみたいなんで、それもあ、おしゃれですね、なんとなくね。はい、入りたいと思います。あの、取材の許可を得てますので、お邪魔します。こんにちは、はじめまして。これあの体温計、あ、手首でいいんですかね。あれ、手首、あ、ということでちゃんと消毒しましたんで入らせていただきます。おしゃれですね。あ、ここはスタンドみたいになってるんですか。はい、コーヒースタンド、カセットテープと言います。あ、はい、あの、すみません、オーナーの方ですか。はい、オーナーの愛子さんです。あ、愛子様、よろしくお願いします。愛子さんね、はい、私入り口のところで、はい、ちょっとよくわかんなかった、カセットテープって言って、はい、飲み物の値段会やったんですけど、はい、飲み物のことをカセットテープって言うんですか。このお店のことをカセットテープ。あ、なるほど。コーヒースタンドカセットテープって長いんですけど、はい、そういう、はい、昔懐かしい、はいはい、あの名前を懐かしいでですね、承知しました。そもそもここはヌフ松森委員って言うんですか。あの、松森委員っていう病院、うん、病院やったんですね。それを、まあ、あの現オーナーが4年ほど前に、うん、ここ全部、まあ、改装して買い取って、はい、もう本当にこう廃墟のような。あ、もともとはそんな感じだったんですね。物もいっぱいあったし、もう崩れかけたのを4年近く、まあ、かけて、あの、この病院棟をあの回収。なるほど。でこの6月にオープン。あ、じゃあ割とまだオープンして間がないんですよね。はい、承知しました。ちなみに熊谷、はい、辰郎さんも来てます。2週間入院した2階で。マジですか。あ、はい、あの、すみます芸人北区ここやったんですね。そうです。2週間のうちの、はいはい、2週間はここで。なるほど。2階で、はい、お泊まりになられて、で大葉の野菜でご飯作って。なるほど、はい、お風呂入って洗濯して、はい、いいですね、はい、で飲み物は私ここで頼めばいいんですかね。はい、で飲むのはこの後ろになるんですか。そうです。診察室。あ、これ元々診察室なんですか。あ、病院の待合。ここ待合室の、だから後ですよね。はいはいはい。上がるっていうようなスタイルだったみたいです。なるほど。結構広いですね、奥行きもあってね。はい、了解です。じゃあちょっと先に飲み物を頼みます。はい、どうしようかな。じゃあ私アイスコーヒーください。はい、これなんですか。神戸里山リビング。あ、何ですかこれ。ちょっとあの業務委託、はい、こちら受けて、で、まあ、里山で、事業したりとか、また暮らしたい、畑作業であったりとか、そういうことに興味の関心ある方が、いきなりこうね、畑の暮らしは難しいんだと、はいはい、いうことで、まあ、うちの2階 の、 体験ができるんですか。2階と1階に、まあ、2部屋を取りしますので、そこであの3日間ちょっと暮らしてみて、どんな、はい、おいくらなんですか。ですね、犬ちゃん帰ってきましたワンちゃん帰ってきました。年間ということで2000円いただくんですけども、はい、まあ、年間30日までお使いできて、はい、で1日1000円です。え、1日1000円で泊まれるんですか。はい、で、まあ、あの、基本3日間、2泊3日の2日間で体験していただくので、まあ、3000円。なるほど、3000円と最初の会費が2000円で5000円ということなんですね。次回からも3000円で。マジですか。はい、でお二人目からは半額と。それちょっと私も一遍体験していいですか、はい、いずれ、はい、あとで部屋もご案内いただいていいですか、はい、でですね、あの、まあ、ヌフ松森院、これがだから診察室やったんですね。綺麗なお店、すごいな、すごいおしゃれ、いいですね。なんかこの時計もいいじゃないですか。ちょっと一旦ここで、でこの真正面にパン屋さんがオープンしたらしくて、
鶏そぼろと野菜のオムレツ、あ、おにぎりある、塩むすび、これ何ですか、コロッケサンド、美味しそう、パン食堂ことことというお店がオープンされたんですよね。おめでとうございます。これあの YouTube で動画流させてもらっていいですか、はい、ありがとうございます。はい、おしゃれですね、これ女性の方にも人気あるでしょうね、こんな感じです、お店は。はい、せっかくなのでこの駄菓子屋さんも入らせていただきましょうか。なんかね、駄菓子屋っていいですよね。私ね、52歳なんでね、自分らが子供の頃はね、こういう駄菓子屋が町にいくつもあったんですよね。こん、あ、鉄道模型なんかありますよ。僕らが子供の頃はこんな立派ななかったような気するけどね、うん、昭和レトロですよ、本当に。こんなもね、いろいろ集めるの大変やったでしょうね。あ、こんなね、小学校とかね、幼稚園とかのね、椅子、お安いね。後で買いましょう。あ、はい。で、実はですね、今愛子様にご紹介いただくの、あ、愛子さんでいいですか？愛子ちゃんが、いや、愛子さん、愛子さんで、はい、なんかお試し住居、ウィークヌフって言うんですか？ちょっとかっこよく、ね、かっこよくね、はい、はい、あのぜひご紹介を。1階のお部屋です。あ。ちょっと時々物置になっちゃってる、ね、これも靴のまま入っても大丈夫なんですか、はい、お邪魔します。わー、おしゃれ、はいはい、あ、電気ついてですね、はい、これはレンジですか、これは電子レンジで炊飯器で、だからここで、はあ、自分で、ご自身で、はあ、自炊ですね、なるほど、まあ、食材を持ってきていただいて、はい、ここで、まあ、簡単調理していただいて、あ、でちょうどここでくまちゃんとスタッフの方が、なるほど、カレー作ってカレーの材料を入れてました。ちなみに これで寝るということですか、はい、これでベッドで、あ、この向こうにお布団が入っててと、はい、なるほど、これが1階ですね、はい、エアコンもこの部屋がついてますし、ほんまですね、はい、冬寒いですもんね、おごちょうね、2階もそうですけども、ちゃんとね、冷蔵庫も置いてますので、了解です、はい、冷蔵庫もあるじゃないですか、共用になくってお部屋に1台置いております。そうしました。じゃあ、はい、上も見せていただいていいですか。なんかこんなも懐かしいですよね。わ、ね、昔こんなんで線抜きましたよね。ね、いや、ほんま僕らの時代こんな感じでしたよ。はい、こんなも ありましたよ。子供さんにこれをさせたいという。あ、線抜きなんかね、今の子供さん使えない子多いんですってね。線抜き使えないです、ね。使い方がわからない言うてね。最近はメールも使えなくなって。SNS とかに実は発信してるから、メールがメールが使えないです、ね、そんな時代なんですか。2階はこっちから上がるんですね。2箇所あるんですけど、どっちがいいですか。あ、ちょっと片方から上がって片方から降りるで。可愛いでしょ、これ。このね、オープン祝いで今こういうのもね、なるほどね、いいですね。どうぞ。これでも小物も用意するの大変やったでしょうね。オーナーが2割ぐらい持ってて、 あとの8割方は長田にあるトランジスタさん、うん、そこからそこからここに合う雑貨を、なるほど、集めていただいて、レイアウトまでデザインも全部していただいて、はい、綺麗ですね、2階がまた、あれプラモデルもあるんですか、あれ。そうですね、一応プラモデル。ちなみにあれは組み立ててないプラモデルですか。私の YouTube のチャンネル登録者の方が、はい、好きな方結構いらっしゃるんで、はい、へ、またね、ちょっときれいに箱きれいにね、取りたいこれ、あ、鉄道模型、模型というかね、電車がありますね。オーナーが結構鉄ちゃうね。あ、そうですか。じゃあぜひオーナーの方にもお会いしに来ないかな。オーナー今の、あ、今の方がオーナーですか。なるほど。もう一個のウィークヌフですね、はい、201号室でちょっと狭いんですけども、ああ、でもここもいいですね、2階から見える風景もね、話がよくって、先週誰か泊まってたんですか、子供さんに
0歳さん、2歳さん、5歳さんとママ、パパ来られて、で下の部屋案内したんですけども、はい、2階上がられて、あ、この風景、この子がいいって言われて、わかるわ、はい、なので、まあ、この部屋と、まあ、隣の部屋も空いてたので、はいはい、2つ、2つお貸しして、その場合は、あの、1人1000円ですか？パパが正規の値段で、はい、ママが半額で、子供さんはゼロです。マジですか？小学生さんまでは0円です。これのお試しの泊まりはいつまでなんですか？とりあえず今年度の来年の3月まで。そうですね、あの神戸市さんからは今年度の予算でということで、はい、で、まあ皆さんが泊まりに来られて、はい、神戸市さんもこれは来年も続けなきゃ、いい話ですね。そうです、4月からまた、はい、始まりますので、ちょっとでも、いや、冗談抜きで私ほんまに泊まりに来ますわ、はい、ぜひね、体験記を出します。いいですね、ね、天気のいい日に来て、これ冗談抜きでやっぱりいいですね、この風景。いい、もっといいお部屋があるんです。マジですか？それ連れて行ってください。もっといいお部屋。赤道、あー、いいですね、両方ね、はい、またここおしゃれな、はい、まあ、これはオーナーが好きで集めた、これはちょっといただき物ですけども、これもオーナーが好きで集めたんですけども。窓も開くんですか？はい、あ、風があるとね、いい、あの、風景ですからね、いい風景ですね。田んぼの方もね、稲刈りが先週終わったんですけど、はいはい、綺麗かったですよ。ちなみに、この横は小学校ですか？高徳小学校ですね、はい、小学校。ここのお店は何曜日が休みとかあるんですか？月火水は休みです。月火水、はい、だから泊まるもあくまで木金土日、まあ、基本お仕事されてる方が金曜日の、3時ぐらいに来られて、はいはい、で土曜日しっかり体験されて、日曜日帰れるっていうのが、まあ、普通のパターンですけど、なるほど、まあ、あの、要相談で、はい、月曜日かということはまた、はい、ご相談でさせていただきます。ここは何ですか？ここはね、2階の201号室にはキッチンがないので、はいはい、あの、あ、こちらで、はい、自分で料理ができるように、でここ出たら、あの、お、テラスみたいなと、下で、あの、お風呂もあって、そこにお風呂もあるんですか？ここ、あの、洗濯機もありますので、もう洗濯していたらもうここで干せる。なるほど、お風呂場も見たいんですけど、はい、お風呂場ね、人気ですね、やはり。あ、マジですか？よくね、シャワーありますかって聞いて、はいはい、いや、お風呂ありますよって言ったら、え、お風呂あるんですか？そうですね、はい、で、もう一個の階段から、あ、ぜひ、そうですね、反対から、ちょっと急ですけど、物も多いですけど、 あ、トイレもあるんです、あ、ね、水洗トイレです。あ、昔このドアは、このドアもなんか綺麗ですね。あの、乗り換えたんですか？乗り換えた、もう、あの、全部変えたんですけど、ね、なるほど、郵便局の出入り口だったそうです。ここの病院は郵便局も兼務してたんですか？兼務というか、別になんか入られたか、入られたそうです。なるほど、うん、さっきの話じゃないけど、これもいいですね、このコーラの、これ、ね、消えてはないですけどね、電気だけ。あ、ここが浴室ですか？はい、ここです。どうぞ。ちゃんと、あの、バスの、はい、バスね、ありますじゃないですか。あ、ね、シャワーもあるし、はい、バスがあるとないとでは、で、あ、洗濯機もあるし、はい、で、今度来られるお客様も洗濯機になれて、はい、荷物が少なくて済むってでしょうね、いいですねって言われて、いや、確かにね、湯船あると、はい、あの、特にお子様連れの方なんかね、ゆっくり使って風邪ひかんようにとか考えると、はいはい、いや、いいですね、ここ。初めて来たんですけど、あの、オーナーさん男性の方で、女性の方が愛子さん、すごくですね、丁寧親切で優しい感じですね。居心地がいいですね、これ。あの、昭和レトロなこうカフェなんですけども、ちょ、でもほんまに泊まりに来ようかな、これね、ぜひですね、かわいらしい。皆さん、このヌフ松森院をよろしくお願いします。皆さん、お伺いしたいんですけど、はい、ヌフ松森院のヌフってなんか、ヌフってね、ええ、フランス語で新しいって意味なんですけど。あ、そうなんですか。ここの、その、最後まで住んでおられた一族の方が、はい、フランスでずっとこう、勉強されてて、なるほど、日本に帰ってこられてたんですね、はいはい、でも
まあ、フランスとご縁がパリとご縁があるので、まあ、ちょっとそれも暮らしていただいて、ね、っていう形で。ちなみにオーナーさんはここを買い取られたんですよね。そうですね、あの潰されるっていうちょっとお話も危機感を感じて、せっかくこのいいものを、ね、っていうか、まあそれはあの相良さんとか他の人、はいはい、相良さん懐かしいな、皆さんが、はいはい、まあ、残したいということで、まあ、本陣を立ち上げた後だったので、はいはいはい、まあ、この建物も潰すのは惜しいということで、まあ、このまま放っておいたら潰されてしまうねっていうことで、まあまあ、とりあえず誰か出資しなくてそれなりに大きいお金ですので、ね、そうですよね。これさっきも愛子さんにお聞きしたんですけど、その里山暮らし体験ってすでに泊まれてる方何名かいらっしゃるんですね。まあ、もうね、組数でいうと7組、6組。あ、もうそんなに泊まってるんですか。人数でいうと、まあ、平均2人として、ご家族連れの方もいらっしゃるし、お一人で泊まるのもありなんですか。で、例えばですけど、あの金曜日と土曜日の2泊をして、土曜日と日曜日は別になんか決まったカリキュラムがあるわけじゃなくて、自分でいろいろ体験したらいいんですかね。うちの方はあの子育て幼児教室に提供をねさせてもらうんですけど、うんうん、こちらも神戸市の方から神戸市が出資してくれてる地域なので、うん、まあ、あの畑体験させてくださった、うん、まあ、うちとしては畑体験も OK なんですけど、あの貸し農園始めますので、まあ、できたらその貸し農園を借りていただいて、まあ、あのここに来るたびに手にしていただくとか。あ、なるほど。貸し農園は一面近いんですか。あ、もうすぐそこで、はい、そこからまたあの農家の方提携させて、新しいアミューズメントパークを目指します。アミューズメントパーク、はい、ヌフ松森委員です。どうぞお越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。繁盛してますね。今日、え、昨日オープンしたんですよね。冗談抜きでマジで泊まりに行く。こんなんもあるんですね、このピアノコンサート。へえ、なるほど。また次のが始まります。あ、了解です。小野さん、ありがとうございます。